なの常識を変えることなのかな。ルールを変えるってらしいじゃないですかね。コントラストがないと人は驚かないはずなんですよね。前提条件とは違うことを起こすっていうのはいい裏切りなので、楽しいことをしたいですね。刺激的なことがやっぱり怖い反面、すごくね楽しかったんですよね。臆病だけど結局スリルを求めてるんですよね。